皆さんどうもお久しぶりです。アナキラフキシー小太郎です。いやね、なんとか一発目のねワクチンを死闘の末、乗り切りました。ちょっとだけねまだ左肩のこの付け根あたりがこの辺がちょっと痛いですけど、なんとかやれそうなんでやってきました。今ね、この状態でスズメバチにやられたらもう完璧に死ぬんで、アナキラフキシー確実なんで、ちょっと今日は警戒を最大に強めてきました。やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今日はねちょっと上の方で来ました。チャリンコなんで今日は7号3で来たので、ちょっとねいろんな範囲を細かく移動してみようかなと思っております。濁りを見ていきましょう。ちょっと今何台か船通ったんで少し濁り気味ですけど、まあそんなに変わらないかな。強襲艇っぽかったんでゆっくり行ったんで、これ今この子が通り過ぎる前に見てもらいたいんですけど、こんな感じです。水深60センチ50センチでちょっと怪しくなるような感じですね。で黒大師さんがやっぱいらっしゃるんで、何名か濁りがやっぱ入ってる情報が入ってるんだと思いますね。でもいい感じだと思います。僕は好きなちょうど濁り方です。で早速水温を見ていきましょう。よいしょ、やべやべ、めっちゃ気持ち悪いボール釣れました。このなんかね、僕何かに寄生してるっていうのはあんま好きじゃない、好きじゃないんですよ。寄生虫系統とか何でもそうですけど、魚に寄生虫とか、ほらなんか木にこれ同じ仲間なのかっていうぐらいこうくっついてるんですよ。気持ち悪い。ほら、あ、水温変わっちゃう前にチェック。お、22度あります。結構長くつけといたんで正式な数値だと思います。22度です。さあやっていきましょう。いやね、大変ね、心配とお時間お待たせをしてしまいましたね。なんとか私かなり寝ました。かなり寝たからね、身長伸びたかも。重力をしばらく上から食らってなかったんで結構伸びたっぽい。2センチはいったかも。夢の180まで近くなってきましたね。寝れば寝るほど。さあ今日はあのね、腰にライジャケしてるんで、腰にライジャケしてます。でこれはつけないです。重たいからもうすごい入ってるんで。はい、最初はナレージ6号でいきます。グリーンゴールド、グリーンゴールドツインフック仕様でいきます。そしてなんといってもこのね、まだ T シャツでやれてる、この10月なのに T シャツでやれてるこの感じ最高っすね。風がなかったら多分まだ暑いぐらいですよ。はあ、でもまだいかんせんちょっと本調子じゃない感があるんですけど、まあしょうがない、やっていきます。わ、濁った、ほらさっきのが真実です。はい、今日はアーリーの Q3M ですね、ミステラでやっていきます。で揚げ潮がこれから効いてくる状態ですね。日付の方が10月6日12時22分です。お願いします。くそい、久しぶりのキャスト。腕は大丈夫そうです。ちょっと沈めて、沈むかなこいつ。しばらく見てたんですけどベイトはまだあんまり確認できてないですね。風が 3,4 メーターあります。これ日が暮れてくると T シャツちょっと寒いですね多分。まあちょっと荒川とかね、新中川行こうと思ったんですが、ちょっとね耐えられないかもしれないので、体力的にちょっとね自信がなかったので今日は、近場に来ました。いつもの旧江戸に来ました。ちょっとだけね、ちょっと堤防の上の方からアメフトが見てますね。でもまだ大学レベルで関東大会にも行けるか行けないかぐらいのレベルなんで、
それが2人ぐらい見てる感じですね。でもまあキベト川沿いはいくつかトイレポイントがあるんで安心しながらやっていこうかなと思います。しかも7号3だから、すぐ歩けばすぐ、東東ポイントまで近いんで行けるんで。工事が入ってるからね、あの最近あの富士公園じゃなくて何でしたっけ、あのポニーランドの公園がある。あーやっぱちょっと左を重だるい左手、ちょっと重だるいですね。そしてこのなんともこの風が若干邪魔、回っちゃった。うおー今絶対バイトっぽいぞ。それかブーチに貼ったかだな。着底する前にこう打ってきましたね。一回同じエリア投げてみて、また当たるようだったらベイトの群れがいるのかもしれない。この城もねルアー食ってきますからね。ないですね。ないな。右100メートルに白鷺さんが一匹いますね。ナレージ6号で釣ってみたいな。あのブルーブルーの動画みたいに熊本のすごいっすよね。あとこれ連発して見ましたか皆さん。あれはナレージ欲しくなりますよ、あんなの見たら。しかもちょっとキウエドの話してますしね。キウエドの柿瀬の攻め方とどうのこうのみたいな高橋さんが言ってましたね。すげえ深いところまで考えてやってるなと思います。仕事ですからね。まあちょっと沈めないで巻いていきます。早巻き、ミドル巻き、たまにトイッチ。今度あの琵琶湖のアングラーさんみたいに竿は立てないですけど、なんかこうねハードケースはちょっときついから、うーんなんかリュックとかそういう入れ物にガサッと入れて、であえてバッグ置いといて、で僕の腰にはライフジャケット1枚1個って形でやった方が結構体への負担が楽なのかなと思っております。最近三脚使って撮影する場合は別なんですけど、三脚なしでやる場合だったら、ね、リュックとかで背中に背負ってきて、まあ、これから涼しくなるからリュックもそんな熱くないし両手焼くしずれてこないし、それで来ればね結構いいんじゃないかなと。でこのライジャケつけてやれば危なくないし。風が強いですね。結構風貌してますけどちょっとうるさいかもしれないですね。さあちょっとここで、少しやって場所移動したいと思います。ちょっとブレードベイトに変えてみますね。はい、でちょっとまた次ランチ前かここから始まるかわからないんですけど一旦ちょっと切ります。失礼します。注射は思ったより痛かったですね。なんかインフルエンザの注射より痛くないよって聞いてたんですけど、思ったより僕がちょっと力入ってたのかわかんないですけど結構痛かったです。はい、でちゃんと普通に痛いやんと思いましたけど、で1日目がや、熱はほとんど出なかったんですけど、昨日とかその打った日の夜ですね、12時に打ったから寝る頃には12時間経ってたんですから、なんか症状が出てもおかしくない時間帯ではあったんですけど、まあ腕が痛いぐらい。ただ左側での腕に打って、左側向いて寝れないかっていうとギリそうでもないかなっていうレベルでしたね。
お、あ、違うか。黒大地さんが釣ったかと思ったらゴミでしたね。はい、ということでね、皆さんにちょっとだいぶ、心配の声を、いただいたりしましたが、ちょっとね、なんとか復帰することができました。無事にね、副反応もまあそこまで大きくなく、でただすごいいっぱい寝かしてもらったので、それがね、良かったです。いろいろ周りにやってくれた奥さんに感謝ですね。ありがたい。はい、ということで、今日のところは一旦ここで終わりにして、まだもうちょっとやれそうなんで、揚げ潮に向けてね、ちょっとやれていけたらなと思います。アングラーさんは今ちょうど潮止まりからちょっとしたところなんで、結構少ないです。浦安側も見てもね、全然少ないんで、はい、遠くにね、ちょっと入道って言ってるのかなってか分かんないですけど、ああいうね、まだ雲があって、よく僕がね、9月終わり頃とか中盤頃に佐賀に行くんですけど、ね、こういう田んぼ畑がね、黄金の麦畑がバーってあって、こう風でさーっと麦畑が揺れるんですよ。でそこにね、ああいう、ま、夏っぽい雲がね、水色と一緒にあったりしたりね、最高なんですけどね。で5月頃行くと、まあ、それが緑なわけですよね。緑の麦か米か、どっちか忘れちゃいましたけど、あ、秋が米かでね、そういう綺麗な緑がこうファーッと風に揺れて、でそこにね、カチガラスっていうね、カラスの一種っぽいんですが、あ、キササギっていうのかな、カチガラスとは言うんですけど、カラスみたいなボディ、ちょっとちっちゃいんですけど、胸元だけちょっと白いんですよ、月のマグマみたいに。そういうね、ちょっと何とも言えない僕の好きな鳥が、ね、たまにいたりとか、そういう 稲刈りした後にね、いろんな鳥がそのトラクターの後ろを通ったりして、やっぱちょっとこっちにいる鳥とはちょっと違ったりねして、楽しい一夏の終わりをね、経験したんですけど、今年はね、やっぱコロナがあって行けなかったですけどもね、代わりにこうやって旧江戸川でね、楽しませてもらっております。はい、なんかちょっとゴン中山みたいにね、最後に根ばっかつけてますけど、とりあえず、まあ、元気でやっておりますので、皆さんも、打ってない方は無理やりお勧めするわけじゃないですけどね、ちょっと安心する要因になるかなと思うんで、はい、まあ僕を見て2回目打ってから10月の末にもう1回打つので、その時にまたちょっとお休みしちゃうかもしれないんですけど、その時の方がちょっと怖いですけどね、2回目の方が副反応出やすいということなんで、まあそれまでまだ時間があるんで頑張っていきたいと思います。コロナ移らないように、1回目から2回目の間でね、移っちゃったらあんまり良くないと思うんで、はい、頑張って毎日更新していきますんで、これからもよろしくお願いします。はい、では失礼します。長々とすいませんでした。はい、グッバイ。シーバスさんはいないです。アングラーさんはこっから見る限り、はい、復活しました。よろしくお願いします。心配ありがとうございました。心配ありがとうございました。いろんなコメントいただいて無事に復活しましたんで、よろしくお願いします。失礼します。アップで擦れっぽいな。うわ、擦れだ、これ完璧擦れ。何の擦れだろう。すげえ魚だな。もし食ってたら最高なんですけど、シーバスだったりして。引きはどなんだろうな、わかんないな。魚であることは間違いないんですけど、エイとかじゃないと思いますけどね。ちょっと弱ってきたな。こっち向け、向け。受け受け。左腕に負担をかけるな。うわうわうわ、すげえ回るな、この竿。めっちゃ触覚、あ、なんかちょっと外れたっぽい。ちょっと
ポールで食った可能性もあるんで、ちょっとあんまり無理はできない。ああ、擦れてるか。よし、見た。超ド級のシーバスの可能性もゼロではないですからね。まあスレかな、どっちだろう、分かりませんね。上げてみないと。ちゃんと壊せてるかもしれないし、ただもうちょっと弱ってきてはいる。まあ大きいシーバスってのはね、あんまりエラーラーしないんで。うわーっと浮いてきた、濃い濃い、うわすげえ濃いだ、トルク半端ね。口に入ってたりして、スレかな、やっぱり濃いですからね。靴の横にかかってる。さあこいつをどう水揚げするか。ランニングしちゃうかな。よし、もう一気に勝負に出ます。まあそんなに弱ってないけど。おい、ゲット、逃げ、あー、うわー、のごい、まごいっつか、のごいっつか、思った、やば、くっ、お前はアーリーよ、お前は本当になんつうか、すげえでけえ。爆発的にでかい。でかいけどスレっていう悲しい現実だな。危ねえ、危ねえ、外れた、よかったよかった、外れたと。いやースーパーバトル、なんとか勝ちましたよ、僕の勝ち。あらら、いいんですよ、 A にこんなのあったっけ。くっ、何センチあるかだけ測ってみっか。測ったらね、ジャスト90センチでしたね。ここがゼロで、危ねえ、ゼロで90センチ、ジャスト90ちょうどですね、91かな、91ぐらいですね。はい、パンパン出したいと思います。